隙間雲とは、空を広範囲に覆ってしまう雲の中でも、隙間があって、そこから空が透けて、見えるような雲のこと。鉱石雲と草石雲に現れ、雲の透明度による分類である編集の一つ。隙間雲とひらがな表記することもある。また、マダラ雲とも呼ぶ。学術名パールシジューズは、ラテン語で、光が通り抜けるのを許容するという意味があり、これにちなんで名付けられた。 空一面にどんよりと広がる、隙間雲小さい雲片が集まって、反転のようになったものや、大きな層状の雲に細かい切れ間が多数できたものなどが、この雲に分類される。鉱石雲はもともと多数の雲片が隣り合って並ぶ雲であり、隙間高石雲はその雲が潰れたような形をしている。層石雲の場合、小さな雲片が成長して、 巨大になっていく過程で、隣り合う雲同士がくっついてその間に隙間ができることで、隙間層石雲になる。いずれも、雲が成長して空全体に広がっていく過程でできる、もので、曇りや雨の前触れとして現れることが多い。これに似た変種として、太陽や月の位置がわからないほど、厚い雲は、不透明雲、同じく位置がわかるような、薄い雲は、半透明雲と呼ばれているが、 これらの雲も、曇りや雨の前触れとして現れる。ありがとうございます。